どうも、はじめにゃんのでーす。どうも、はじめにゃんのでーす。というわけで、今回の企画は第1回ニエイニオー。日本語、英語、日本語のニエイニ、あ、ニエイニね、ニエイニを。はい、ということで、はい、このルールはですね、はい、キムさんお願いします。このルールはですね、急に振られてびっくりする、びっくりしてたけどね、今。さまざまな大学の二次試験の問題、これを Google 翻訳で日本語から英語、英語から日本語と。日本語を英語にしてまた戻したらどうだっていうかとか。ああ、なるほど、そういうこと。逆操作ね。で、まあ、やった結果なんですけども、はい、案外いけます。おお、マジで。案外いける。問題の難易度は、ちなみに、多分センタープラスアルファぐらいの難易度だと思います。ああ、なるほど。じゃあまあ別に両親に。まあまあまあ、余裕ですよ。じゃあそれやったら。お前どうせ俺解けへんと思ってるやろ。思ってんな多分。まあまあ見とけよお前。実際思ってんな。というわけでやっていきましょう。ナイトイットパスでボーイです。やっほー。はい、では、はい、問題いきます、はい、もうこれ解けなかったらこの企画終了って感じです。言ってくれるじゃないか。言ってくれるな、はい、お前、はい、はい、ではいきます。2020年大分大学高経済教育医学部からの出題でございます。なるほど、大分大学。問題、はい、最初の因数から N 番目の因数までのシーケンス。シーケンス、シーケンスが何か。シーケンスって、ね、編集画面でしか見たことないぞ、これ。確かに。シーケンス ANの合計 SN は SN イコールカッコ N プラス3カッコ N プラス3カッコ10カッコ3分の 1AN マイナス2カッコ10それが2回転いくつカッコ1番 A1 を見つけます。カッコ2番 AN と N を使用してプラス1を表現します。普通に翻訳っぽいな。でもそれ、いやほんまに。カッコ3、はい、一般的な因数 AN を N を使用して表現します。意外と分かるわ。意外と分かる。問題は大体理解したの。多分、この後の問題も大体は多分理解できるんで。なるほど。あとちょっとを埋める。わかりました。その埋め方が大事。なるほど、なるほど。よーい、はい、スタート。はい、終了。はい、よーし、できた。はい、思いのほか対応したぞ。じゃあ、カッコ1番。はい、書けました。書いたよ。せーの、ボン。うえー、おー、タクになってましたよ。いや、さすがに正解でしょ。正解。やっぱり、ね、俺次が問題なんよね。次が問題、次もう次合ってるんかな。はい、じゃあいきます。せーの、はい。俺は大きく分かれました。そんな複雑になるかな。それでお前間違ってた時はボコボコにしちゃうから。両者正解。これ解けなかったらもうこの企画終了ってなります。これ、こんにちは、ました。ベンガさん、正解。よし、よし、わかった、この答えはこう。ハナさん、はい、正解。おっしゃー、見たか、ユフイン。ここからじゃあ、うん、もう5分設けます。あ、わかりました、わかりました。ほー、5分設けるんで。本当にいいんですか、それで。いや、間違えとんねん、こっち。それを元にして、正解を出してください。はい、わかりました。どうぞ、はい、タイムアップ、タイムアップ。せーの、ポン。はい、ちなみに俺 A1 イコールちゃん24なんです。俺も A1 イコール24にはなり。だから可能性はあります。それはなる。可能性はあります。はい、2人とも、はい、2人とも、トモとか言われたら、トモとか言われたら、トモとか言われたら違う。両者正解。はい、はい、どうもどうも。いや、これちょっと俺盲点やったな。普通に解けへんかったけど、問題文は全部理解したよ。これ一番大事なコメントや。問題文は理解した。もちろん問題文は理解できた。これ大事なコメントやけど、それができたら一旦 OK よね。じゃあ次行こう。次行こう。はい、では次行きます。2019年兵庫医科大学来た一般理系の問題でございます。これはなんか問題、はい、はい、何人かの人がじゃんけんを1とするとき次の確率をつけてください。じゃんけんはマジで身内問題。しかし、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 however、一人一人が
じゃんけんをする方法が等しく確実であると仮定されます。はいはいはい、そうそう、どういう確からしいと期間でいいやつね。期間でいいやつ。はいはいはい、上等区ね。はいはいはい、括弧1、4人がじゃんけんをする確率、2人が勝ち、2人が負ける確率。括弧2、じゃんけんを4人で遊んで友達いない確率。どういうことそんなもんはお前らの性格次第じゃん。ボケ4人で遊んで友達になる確率。そんなお前人によるやん。さっこさん、 N 人でじゃんけんをして友達になる確率。どこの出会い系じゃん。じゃあ制限時間は15分です。はい、はい、よーいどうぞ。あれ、無限大に発散しちゃったよ。確率なんだけど、確率は無限1超えちゃう気がする。お、確率が1超えないっていうのは知ってるんですね。そう、お前だ、なめんじゃねえぞ、お前。はい、そこでーす。イエーイ。では、括弧1の答えを書いて教えてください。一、せーので、9分の2、はい、9分の2、両者正解。はい、じゃあ問題2番ですね。はい、2番でございます。友達ができる確率、一、せーので、はい、9分の2、27分の13。嘘つけ。両者正解。よしよし。どうやら俺とお前は友達じゃなかった。はい、で、かっこ3番、せーの、はい、54分の N、かっこ N-1、N-2。 両者正解。あれ、なぜだ、あれ、なぜだ、友達。もしかして俺とデイカの友達。なぜだ。ちなみに、まあ、ちょっと半立すぎるもんな。かっこ2、どうやって出しました。じゃんけんして友達になる確率、はい、多分アイコでしょ。そういうことです。なんでしょうね。それ以外ないもん。それ以外ないもん。俺がやったやり方は、全員が全く同じ手を出した場合と、はい、あ、それはそれ、全員が違う手、はい、4人のうちの少なくとも3人が違う手を出した場合で場合分けして足し算した。でも Google 翻訳したところ、アイコが友達になる。それはおかしいけどな。はい、じゃあ最終問題といきましょう。こちら、はい、2016年九州工業大学情報工学部。来た、俺の知り合い来た、九州工業大学。問題、はい、まず4枚のコイン ABCD を表向きに置きます。これらのコインについてリバースカード以下の思考が繰り返されます。お、めちゃくちゃ分かりやすいぞ。使用、4枚のコインのうち上面を上にして1枚残し、上面を上にして全てのコインを拾い。何そのトンチ話。どういうこと、どういうこと、どういうこと。はい、はい、上面を上にして全てのコインを拾い、同時に投げます。はいはい、同時に投げる。どういうことか分からんな。ただし、はい、全てのコインが裏側にあったとしても0枚のコインも拾って投げたものとして思考を繰り返す。次の質問に答えてください。まあ、そこ一旦メモるわ。はいはい、最初の裁判の後。最初の裁判って何、何の容疑者。いや、意味が分からん。ど、結局表は？だから1枚だからコインが、え、これマジでもう それの解読だけで俺10分はかかる。コインが4枚あってコイン4枚あるやんな。1枚なんか残して、多分ちょっとバグりそう。これちょっとこの世の真理の扉開きそう。分かった分かった、俺分かったで。でもこれ3回目に2枚のコインになってる確率を求めようってことね。できたかな。この問題正解したら勝ちね、はい、じゃあこの問題正解したら勝ちね。はい、はい、せーので、はい、64分の9、256分の9。なんだよ、その何かが起きた。もしかしてその態度はな、もしかして何かが起きてる。俺自信あるで、これ結構。正解は64分の9。おっしゃWe'll be right back.
イエスマンゴーゴー。ということで、はい、勝者の花輪さんは模試を受けてもらうと。いや、なんでなんでその導入なんのお前。何そのなんか勝負はまだ始まったばかりだったみたいな、なんか余興みたいなやめてよ。そのこの一生でかいよマジで。いやでかいでかい。いやでもこの一生マジででかいよ。でも一個言って、お前俺のこと弱体化させて弱体化させて勝って勝て勝て勝つってなってたのに、お前 Google 翻訳するってことが一番の勝ち方ない。いやそうです気づいたんや。俺をなんぼ弱らせるとかじゃないよ。はい、ということで Google 翻訳は罠と。じゃあこれからヤフー使ってください。わかりました。別にええけどな、ヤフーでも十分同じ情報やれるから。まあまあまあ、そうね。はい、じゃあお疲れ様でした。そうです。